皆さんこんにちは。 JLPJ 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日は2つの球をプレーすることについてです。プレイヤーの打ったティーショットは右ラフに行き、そこはひどくぬかるんでいました。修理地を示す白線はありませんでしたが、プレイヤーは修理地になり得るかもしれないと思い、2つの球でプレーすることを同伴プレイヤーに告げました。プレイヤーはまず元の球をそのままプレーし、修理地と認められた場合の処置をして2つ目の球をプレーし、両方の球でホールアウトしました。集計所で委員会にそのことを報告しましたが、どのように裁定されるでしょうか。 A、一つ目の球のスコアが採用される。B、二つ目の球のスコアが採用される。正解は A の一つ目の球のスコアが採用されるです。規則 20.1C(3) にある通り、プレイヤーは処置の疑問がある場合、2つの球でプレーすることが認められています。プレイヤーはセカンド地点で球をプレーする前に同伴プレイヤーに2つの球をプレーすることを告げたので、そこまでは良かったのですが、もう一つ同伴プレイヤーに知らせるべきことを怠ってしまいました。それは、プレーする前にどちらの球をスコアとしてカウントするかということです。これをプレーする前に選択しなかった場合、プレイヤーが先にプレーした球が自動的に選択した球として扱われます。今回、先にプレーした球は、ぬかるんだ場所から打った元の球であり、規則に違反していないので、たとえ委員会が後でこのエリアを修理地として認めたとしても、2つ目の球のスコアを採用されないことになります。このように、2つの球をプレーするときは、どちらの球をカウントしたいかも忘れずに告げてください。